ドラゴン TV タツです。この格好を見ればねわかるんですよね。またね山行きますから。志布さんザ・リベンジっていうことで、これからスタートしていきます。めちゃめちゃ雪降ってるんですけどね、上絶対パウダーですから。はい、じゃあ今回のね一緒に行ってくれるメンツはね、ほいイエイイエイ、たくみさんです。お尻の方はどうですか？お尻はもうだいぶ良くなって、今日ちょっとリベンジしに行っちゃうですね。今回は間違いなく上まで、上まで行っちゃおうね。行っちゃおう、明日、朝起きてね。やばいよ、今回も今回もやばいね、荷物ね。今日何キロぐらい、何キロぐらい、30、40ぐらい、30ぐらいかな。はい、OK、 じゃあ重たいけど頑張っていきましょう。イエーイ。で、なんと今回ゲストもう一人います。この間の番組でね、最後に僕なんて言ってましたっけ、今度は今度は石橋はじめを連れてくるって言ってましたよね。で、今回のゲストは、はい、鈴木翔太です。マーチ君の代わりに参加です。イエーイ。なんと今回のバシ君ね、ちょっと仕事で来れなかったんで、急遽ね、昨日電話して呼びつけときました。鈴木翔太君です。今日はダブル鈴木と初で私物さん行ってきたいと思います。行ってきます。行ってきます。ワープしよう、ジャンプだ。ジャンプ。到着しました。国立公園オゼ、オゼナチュラルパーク鳩町と、標高 1591m。 どう、ただいまの気温はどうですか？寒いね。寒いよね。この間全然違うね。積雪どれぐらいある、ちょっとそこサワサワってやって調べたよ。どう、雪質はどう？ちょっとパクパクちょっと、あ、本当だね。あ、また今日積もったのね。ここの下に1枚あるね、これ、ここが今日積もったセンチ、3センチぐらい、こっからだね、昨日積もったの。あ、でもいいね、ちょっと溶けてるね、若干、若干溶けてます。でも今日降った雪はまた嫌だそうだね。じゃあテント作ってみる？作ろう。 OK、 キャンプサイト作ろう。 OK、 レッツゴー。やっとね、作り終わりました。ただいま5時50分。かなりかかりました。さっき俺もう何時にスタートしたかって言ったかね、忘れちゃったんで、とりあえず部屋行ってみましょう。イエーイ、イエーイ、イエーイ。もうまず階段上がって入り口イエーイ。ちょっとさ、ここは、ここは板とか板置き場、道具置き場、道具置き場、やばいね。埋まっても大丈夫ね。大丈夫だね。埋まんないね。埋まんないね。じゃあちょっと中行ってみましょうか。中行きますか。入り口来たら、なんとゲバラが守ってくれてますね。イエーイ、よろしくお願いします。中行こう。おお、なんかタクに着替えちゃってんじゃん、もう。早くね。いや、ちょっと厚着をして。厚着？うん。うわぁ、あったかいね、中ね。かなり一部屋だね、ちっちゃい。ね、このブルーシートが4畳半あるから、本当に3畳半ぐらいはあんのかな。
いいね。寝床はもう3人だからもう川の字だね。川の字になって俺じゃあ真ん中みたいなこの大きさから言ったら川の字だとこっちがね、まあ、中くらいで真ん中が一番小さくて端が一番でかくなるから、うん、でも俺端そうだここ大丈夫、 俺らが俺と匠がサイドから温めてやるから、ね、いいね、うん、抱きついて、これ一枚だね。これから何しますか。これから恒例の恒例のん、恒例の恒例のハラミちゃんだよ。BB いいね。 BB ビル BB BB って言ったら BBQ だろ、うん、バーベキューだろビールってじゃあ突入しちゃいます。部屋の中に鉄道バーベキュー始まってます。早めに食べてすぐ寝て、明日は何時に起きる、うん、5時だよ、ちょっと前だね、うん、4時だね、4時、うん、はい、おはようございます。おはようございます。ただいま朝何時、4時44分4時44分CCC とかね、朝でもね、もう明るくなってます。知ってる、うん、ドッピー感なの今。ほんと、うん、雲一つありません。来い高見さん、起こしてペラッ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 。おはよう寝れた、よく眠い。ダメ、眠いけどもう4時44分だ。起きてください。快適すぎちゃって。マジで。うん。超あったけど。いいね。俺かなり寒かったけど。俺も下が。下マジで俺なんかもう下は寒くなかったけど周りが寒すぎちゃってずっと30分後起きぐらいで起きちゃってたよ俺。やべえよ大丈夫かな体力的にあんま寝れなかったな実際ねえ。で俺もだよ、頑張ろう、うん、よし、朝飯食べよう。では食べていこう。食べていこうぜ。お町峠ただいま標高 1600m 7時、まだまだあと 400m 以上あるぜ。うん、どう、暖かくなってきた、うん、暑いね暑いねもうちょっと頑張ろう。音もなくていいね、うん、私物超綺麗です。超綺麗だね。どう攻める匠ね、超オープンバーンだね。ないよ攻めるも何もどう描くって感じだね、おお、どこ攻めても大きくね、ワンターンで翔太は気持ちよく滑りたいね。気持ちよくね、うん、どこ行ってもやばそうだね。ねえ、ダンイエーイエーイ、着いたね。
か顔が死んでるけどねまだついてるからはい、やっとナチュラルパイプ来ましたー、イエーイ。私物のね、ナチュラルパイプって言われてる場所ですね。ゴールデンウィークになるとここがね、100人ぐらいいてね、それすごいね、えーみたいなサマーキャンプかーみたいになってますからね。でも今年のナチュラルパイプはちょっと広くて結構丸めですね。いつもあそこのところにね、ヒップができたりするんだけど、やりたい？やりたいけど今は上目指そう。泣き言入ってんねまあ大体ここでみんな休むんで、こういうナチュラルパイプ調子こいて滑っちゃうと上に行くのにみんなえーってなっちゃってたどり着かないんだよね。今日はまあ親切だしね、バフバフだから俺ら頂上目指していくんで、ここはまた今度ね、一緒、でもいろんな想像できるでしょ、下もあるもんね。そう、下も上もあってね、いい場所です。ぜひ一度来てみてください。イエイ、じゃあ行こう。チブツさん頂上あとちょい、あと25メートル、 30メーター近づいてきました。たくみ大丈夫、早くゆっくり、早くゆっくり、早く、やばいね、ちょっと疲れたね、結構時間かかったよ。11時だから6時半出発、7時半、8時半、9時半、10時半、11時半、5時間半、5時間かかってますから俺らどんだけ体力ねえんだよまあファストラック、ラッセルだからね、しょうがないでしょ、ね、しゃあ来たぜ来たぜイエーイ、やったぜ志仏さん、最後のこの登りが辛い。イエーイ、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 着いたー、あーやった、イエーイ、だぜー、やっと来ましたよ、ほら石碑見えてきたね、やばいっしょこれ、標高2228、2238、志仏さん山頂、イエーイリベンジ完成しました。前ね、来れなかった1週間前はね、1週間前、来れたぜ。どう感想？いいね、寒い、超綺麗だしね、やばくないだった、やばい、あっちの方は奥田波とこだよ、あっちらへん、で、あっちは天寺で、あの奥は苗場さん。俳句どうだった？俳句、最後つらかった、最後つらかった大ボスがいっぱいいてねここで終わりかっつったらまた来てやばかったっすね、いいね、いい、やっぱり登る初の私物これから滑る、どう気持ちは？いいね、最高最高、こっから滑れるっていうのはまた最高だね。そうだね、いい滑りも見せてあげよう、じゃあ、翔太はどう？いやー、やっぱり景色いいしね、いいね、今日、なんかストックなしで登ってたけどなしどうだったの？早くどうなんだろう、でもきついしね、きついよね、きついきついよね当たり前ねストックちょっと欲しいな、欲しいね、あったんだから言えばよな、俺貸してあげたのに、バランスがやっぱいいね、ストックはですね、ね、なんか、あーって来た時に、トントントンってできるもん、そのまま行っちゃうっしょ、行っちゃう、じゃあ今度は絶対ストックストックゲットしてください。頂上上がってきたらね、なんとね、大勢の山岳ガイドのあの人たちがね、看板ね、立てに来てました。それもね、なんかもう顔見知りのね、ケイスケがね、来てくれてるんでね、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。お疲れ、ケイスケ、イエーイ、
まさかこんなところでね今日はこれ、ね、やりに、はい、何のやつで尾瀬ので、そうですね、志仏山の、 まあ、貴重な植物、珍しい植物がたくさん入るんで、うん、まあ、その保護するために、まあ、この雪の歩かないように少ないところや雪なくなったところは歩かないように、ああそういうこと、崩れちゃってってことだ、崩れちゃって、まあどうしても雪が溶けてくると雪がないところを歩いちゃう人が、うんうん、そうだよね、うん、楽だもんね俺らうちも大変でしたから今日ですね、ね、そうそう、まあそうするとちょっと植物の、うんうん、守るためにダメージがでかいので、うん、そうしないようにっていう看板やらポールを立てに、あーそこのオレンジのやつも、そうですね、うん、で一周ずっと回って行く感じ、今日はもうそのまま、今日はもうそのまま、うん、あ、じゃあ何日かかけてやってる感じで、あっちまで行ったりとか、まあ、今年はちょっと雪の状況があんま良くないとか少ないんで、うん、そうだよね、この方はちょっと立てないみたいですね、 あ、 ここ、うん、まあ、あとは下降りて川の状況とか見たりとか、お疲れ様です、お疲れ様です、毎年まあそうですね、シーズン前に、はい、ありがとうございます、いやいやいや、じゃあ山のこれからゴールデンウィークにかけて、ね、登る人たちに何か一言は、安全とかそういうのに、いやいや、もう怪我ないように楽しんで山を滑りましょう、いやいや、ありがとうございます、じゃあ皆さんも気をつけて滑ってくださいね、
いやはい、いやー、超疲れたぜ。もうやだ。もう今日いい。歩いたね。歩いたね。滑るの10分で歩くのね。6、7時間歩いてたね。そう。今までこんな歩いたことある？いやー、ないね。初だね。マジで。いい経験したね。この季節でバナナだし、お疲れ、翔太。イエーイ。歩いたね。どう？感想は？楽しかったね。楽しかった。翔太、お疲れ。お疲れ様です。家に帰ってきた感想は？いやー、もうゆったりしちゃったね。疲れたね、ほんと。いや、家最高です。はあ、帰ってきて本当にゆっくりできるって感じがします。どう？うん、でも片付けないといけないもんね。お願いします。本当だよ。この後地獄つくのは後片付け待ってます。たくみさん、どこいんの？たくみちゃん、今日登って思ったのは、真冬のシューズはかなり辛いってことですね。いけないね。いけない？いける？いけるよ。行くっしょや。行く。あと30センチぐらいパウダーだけど。来年は真冬行こうね。もう、たくみ来たね。来年は真冬行こうね。みんなも待ってるよ。真冬の。どう？家に帰ってきた感想は？やっと落ち着いたね。そうだね。やっと落ち着ける場所に帰ってきたんだね。山でこんななってたらもうやばいもんね。動けなくなっちゃうもんね。どう？来年は真冬。真冬行きたいね。シフトアタックやろうぜ。みんなも期待してるぜ。どんなライディング見れんのかみたいな。ライディングの前に登れんのかみたいなね。あるけど、ね、やばそうじゃない。真冬はさあどうでしたか。私物、私物アタック、リベンジ、ザ・リベンジ、いけましたよ今回は。 ね、 登ったね。登ったよ。最高の気分です。これから片付けして、片付けしてお風呂入って寝よう。寝よう今日は。疲れたね。早めに。じゃあなんか視聴者に、これから私物、今週の金曜日からオープンするんで、みんな何かアドバイスを。高見さん、アドバイス。そうですね、まあ自分のペースを保って、でまあ楽しんだらすごいもう最高ですね、ここは。ありがとうございます。ジョーさん、辛いけど登りきれば絶対いいもん見れますね。景色もそうだし、最高っすね。ありがとうございます。もうみんな多分辛かったんだよ。辛いってね、バカ出てきてたから。でもね、本当にね、パウダー積もってたんで、滑るときはもうなんかびしょびしょになっちゃっててね、思い切りになっちゃってて、そんなに、まあすごい気持ちよかったけど、まあ、登るときはもうバフバフで、バフバフすぎて、本当つらかったっす。でもやり遂げたんで、イエーイ、イエーイ。今度は、厳冬期の私物、いきます。イエーイ、頑張るぞ。